デーブ・シャムシェルジャンガ・バハドゥル・ラナデーブ・シャムシェルジャンガ・バハドゥル・ラナは、ネパール王国の政治家、首相。1901年3月5日から6月27日まで、ネパールの首相を務めている。1862年7月17日、ディール・シャムシェル・ラナの4、男として生まれた。1901年3月5日、兄、ビール、シャムシェルジャンガ・バハドゥル・ラナが死亡し、 継承順位に従って四帝のデーブが首相となった。だが、デーブは首相の座につくと民衆の声を政治に反映せるばかりか、国王統治下の議会政治を目指すようになった。そのため、ラナ家による独裁を維持しようとする弟たちと圧力が生じた。首相就任から3ヶ月後、デーブは弟チャンドラシャムシェルジャンガバハドゥルラナラによって監禁され、 このクーデターに恐怖した王によって解任された。その後、ダンクタ、さらにインドへ追放された。1914年2月20日、デーブはインドで失意のうちに隠しした。ありがとうございます。